70周年おめでとうございます。この記念試合にサッカー選手として携われることを非常に嬉しく思います。長野県サッカーがまた盛り上がるようにバルセロナと山形を盛り上げていけたらいいなと思っています。記念試合ではありますが負けていい試合はないと思っているので勝ちたいと思います。またリーグ戦に自分が出れるようにアピールしていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。サッカー協会創立70周年おめでとうございます。僕が子供の頃は長野県にサッカークラブがありませんでしたが、今では2つのプロサッカークラブがあります。これも長野県のサッカーに関わる皆さんの強い思いとそれを応援してくれた多くのファンサポーターのおかげです。また70周年という記念の年に僕自身も地元松本山鹿でプレーできることに喜びと誇りを持っています。これからも地元の子どもたちに夢を持ってもらえるように全力でプレーしていきます。一緒に長野県のサッカーを盛り上げていきましょう。嬉しいなと思います。子どもたちから聞いてやってもらって、そこで培ってきたものが今現在選手としてのところに入っています。僕が高校生の頃は長野県に J リーグのチームがなかったですけど、今は2つもあって、すごいことだと思いますし、また長野県のサッカーする子どもたちがそこを目指してやれるっていう環境が、すごく悩ましいです。そして長野県出身のサッカー選手 J リーガーがいっぱいいます。出ることは、僕自身もこれからサッカー選手の活躍できるように努力して頑張っていきたいと思います。この度は長野県サッカー協会創立70周年こうした節目の記念試合に関わることができて非常に光栄に思います。我々も今日より長野県サッカー協会様には様々な形でお世話になっておりますが、今後も長野県のサッカーを盛り上げていきたいというふうに思っています。本日は記念試合とはいえ信州ダービーとなる特別な試合ですし、負けるわけにはいきません。勝利できるよう選手とともに全力で試合に臨みたいと思います。よろしくお願いします。長野県を代表するスポーツサッカークラブ、我々松本山鹿 FC と長野バルセロナ、この2チームがこうして70周年のお祝いの日にこうしたゲームをできることを、真剣勝負の場でできることを非常に嬉しく思います。今まで長野県のサッカーというとどちらかというと静岡であるとか福岡であるとか東京であるとか、そういうところに比べるとまだまだ足りない部分が多いという話は当然ありましたけど、ここ最近は我々松本山鹿 FC、またはバルセロナさん、この2つのチームが J のリーグで頑張っていることによって、徐々に長野のサッカーも盛り上がってきているというふうに思っています。ただまだ長野県出身の J リーガーが多くありませんので、我々の活躍がそのまま J リーグの選手も出てくるというような状況になるように頑張りたいなと思います。長野県のサッカーが全体が盛り上がるためには子どもたちを含めてみんなのサッカーに対する興味、そして向上心、こういうものが大事になっているかと思います。たくさんの方がボールに触れてサッカーを楽しんで、そしてサッカー選手として活躍できるように期待しています。